昨日はあんなに降ってたのに。青空ですよ。よし、いい感じです。はい、スタートしました。よし、天気も快晴ですね。はい、じゃあ行きましょう。いいキャンプ場でしたね。ロケーションは最高ですね。お風呂もね、歩いてここね、とぼとぼ歩いていけば右側にお風呂ありますしね。ここですね。で、あと上からウトロの夜景も見れました。夕日はちょっとね、残念ながら見れなかったんですけど、夜景が見れましたからね、最高ですよ。ただね、ちょっと砂利道だっていうんで、普通のバイクは全然全く問題はないと思うんですけど、ストリートグライドぐらいに400キロある重いバイクの人は、ちょっとスイッチバックしたりとかこういろいろしないといけないんで、バックギアないとちょっと辛いかな。大変というか無理でしょうね。ちょっと僕もね、今回バックギアって本当良かったと思ったもん。バイクの位置決めるのにちょっとね苦労しました。だからキャンプ道具積んでバックしてってあそこでやりだしたらちょっと大変かなと思うんで、駐車する場所はちょっと考えた方がいいと思います。あ、ゴジライは行くんだった。よし、ゴジライはどこだ。あれがなんかの展望台なんですよね。ちょっと行きますか。階段1段1段が急だな。こんな高所恐怖症の人つらいね。こんな感じです。途中もう息切れしてます。こっから木ですね。あっち行ってみるか。よいしょ。うわー、怖え。よし、はい、オロンコ岩でした。うわ、階段きつかったね。さあ、じゃあ行きます。よいしょ。 あれか。おお、確かにゴジラだ。さてと、じゃあ、知床峠越えですね。今6時9分です。いいんじゃないですか。今日も音声入力は快調ですね。知床結構ね、暑いんですよね。朝3時頃起きたんですけど、その時なんかこう蒸し暑かったですね。涼しいって感じじゃなかったですね。こう風当たるとね、涼しいんですけどね。去年も来て、大渋滞だったんですけど、すごい景色良かったですよね。でね、なんだかんだで知床峠越えて4回目ぐらいなんですよね。そんなに来てないんですよね。来てるような気がしたけど、
クマが出たりしないでくれよ、本当に。止めさせてもらえますかね。よいしょ。こんな感じですよ。綺麗だよね。ほら。おお。早速もう下ってきたのか。すごいね。何時から走ってんだろう。オーラ羅臼岳。ね、気持ちいいですね今日。ちょっと雲多めだけど、まあまあでもね、山のてっぺんの方まで見えてきてるからラッキーかもしれない。海藻海藻、暑くもなく寒くもなく、若干涼しいぐらいの、風もないですしね、霧も出てないし風もないし、ほら素晴らしいね。夏の知床峠いいですね。うわいいね、これは最高だ。知床峠独り占めって感じですね。上ちょっと雲が少し消しゴムでちょっとこう消したぐらいの感じで、うわ広い、うわすごいすごい大パノラマ、壮大、最高最高です。さあ名残惜しいですけれども、そろそろ行きましょうかね。どんどん天気良くなっていい感じで、羅臼岳も撮れてるし最高じゃないですか。最高の景色ですよこれ。後ろもね今撮れてるだろうし、最高最高。おー羅臼側もね晴れてきてますね。最高だよ。それぞれにいい景色を知ってて皆さん撮ってますね。うん。ああ、最高だね。撮れてるかな、インスタさん。おーすごいね。気持ちいいね。あ、雲海、いやいや雲海、雲海じゃないのかな、海かあれ、雲海だよね。おお。早朝いいね。車も少ないし、そう、うわ今日ベストじゃないですか。ベストオブベストじゃないですか今日。ショートカットしないでよかった。知床峠来てよかった。気持ちいいね、暑いけど。いやもうすでに
日差しが強くて暑くなってきてますね。今日は革ジャンの出番はないから。おー、開けてきましたよ。この橋のとこすごい景色いいんじゃないかな。すごい青空も強烈だ。これね、熊の湯温泉の温泉湧き出てるのね。羅臼に入ったんですけれども、こっちが涼しいですね。知床に比べてこっち側の方が涼しいかもしれない。山越えるだけでこんなに違うんだね、やっぱ気候とかね。いやでもこの選択肢は良かったね。岩尾内湖の方行って正解だったし、そっから下ってった時も雨ほとんど降られないで知床まで来てね、知床野営場にしようかどうしようか考えてたけど、やっぱり知床野営場行ってね、正解でしたね。お、頑張れよ、すごく天気いいぞ。知床羅臼に行ってみましょう。いっぱい回るのが25件も回る。じゃあここに、そう、そこにな。あ、はいはいはい。あ、ほら、すごい。入った途端に店のおじさんに呼び止められて、タラバガニを食べさせてもらって、200円で上にウニまで乗っけてもらっていただきました。いや、新鮮、やっぱ新鮮だよね。水っぽくなくて濃厚ですごく美味しかったですね。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、で、何も決めてないんですよね。別に特にもう初めて行くっていうところもないし、なるべくだったらあそこ行きたいんですよ。ポークチャップの店ロマン、あそこ何回行っても休みなんで行きたいなと思って漠然と。あと根室花丸亭でしたっけ、寿司ね、海鮮物も食いたいし、まあそこら辺ですね。中標津、まあ多和平も行ったし海洋大も行っちゃってるんでね、根室の方行ってみてちょっとピーノさんに会えるかな。新楽の展望台かなんか行こうかな、久しぶりに。いやでも涼しいですね、本当南部で有名けど羅臼の方涼しいな。革ジャンいらないですねとか言ってたけど、ちょっと涼しいですね。革ジャンいるな、これ革ジャンにすっか。ちょっとなんかちょっと走ってて寒いわ。さてと、この天気いい中を走っていきましょう。走らないと革ジャンは暑いです。走り出すと涼しいんですけどね。天気いいとね、やっぱり手も振りたくなります。でこれでまた道東ね、中標津だ根室だ行くとライダーが多いから手を振る回数も増えるでしょうね。すごい元気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 な人大好き。あれだけ激しくやってくれるともうちょっとこう嬉しくなっちゃうね。おお、2人元気だね。元気元気で、こうやって音楽を聴きながらね、こうやって走ってるとほんと気持ちいいよ。さてさて、道東を走りまくってるピーノさんと会うんでしょうか、会わないんでしょうか。確かピーノさんはね、今日納沙布岬に行って、なんかその証明書もらいたいんでっていうことで行ってるんですね。9時にその店が開くっていうんで、あと45分か。あと野付半島行くっつってたから、あれだね、海岸線多分走ってたら合うでしょうね。合うかな、合わないかな、まあ別に合わないでもいいんだけど。
あった方が動画のネタ的に面白いかなと思ってるんですけどね。標津町に入りました。標津町に入りました。